アラブル神、スサオの、第21話、大国改心劇と、スセリの改心の巻。大国トリコは、兄思いの、優しい子である。兄の危機を、感知すると、すぐに駆けつける。トリコは、全国の、トリー同士を結ぶ、異空間魔法をよく用いた。このトリコは、義理に乗じて、姿を現し、上等で、敵を襲った。そんな二人の妹は、兄を常に助けた。だが、大国千住の敵の、八十神は、それを遥かに、凌駕していた。千住と、八十神の死闘は、凄まじく、火炎と爆音が、常に響いた。神力は、常人の想像を、遥かに超えていたのだった。八十神は、数々の刺客を、千にぶつけた。その戦いでは、数多くのビルが、廃人に帰した。小僧、我が、神力、浴び直される。どやぁ。八十神の力は、まさに、神力であった。しかし、千もまた、その神力を、思う存分に、発揮した。時には、数多くの拳と、神力が、宙を舞った。だが、千は、十数名の、刺客を、退けた。時には、竜をも斬る、八十神とも、対峙した。千は、彼らさえも、退け、仲間にした。しかし、銃弾や、刀の嵐の中でも、平気な千でさえも、無傷というわけには、いかなかった。兄さん、大丈夫？妹たちよ、安心してくれ、兄は、無事だよ。大変よ、スセリちゃん、千くんが、大怪我しているの、助けに来て。これは、さすがにひどいわ、やりすぎよ。大丈夫だよ、スセリさん。ごめんなさい、千くん、私が悪いの。気にしないで、大丈夫だから、スセリさん。その後、スセリは、八十神たちに、千兵の攻撃を、中止するように、懇願した。ごめんなさい、千軍、八十神委員会への説得には失敗したわ。でも、これからも説得はできる限り続けていくわ。その頃、八十神が管理する地球を守るための対隕石撃退兵器の秘宝が、なぜか地球側を向いていた。これは、通常ではありえない事態だった。そして、地上では、千の妹たちが、千をサポートしていたのであった。どうかしら？面白かったかしら？それじゃあまたね、バイバイ。